本当にハミル様は甘くなられましたね。甘く優しい人間らしい度量を備えた将へと成長なされた。それこそがどのような戦場にも幾千幾万の兵を率い勝利することができる最強の将の証。これならば必ずや神聖帝国を倒すことができましょう。アシュドルバル様、お喜びください。あなたの息子はまさに軍師そのもの。確かに英雄王の生まれ変わりそのもので荒らせられました。私はようやく答えを見つけたのですね。ハッシュドルバル様、君はそんなことのためにずっと、いつかこうしてあなたに差し貫かれ断罪される日を夢見ておりました。どうかどうか残された者には寛大な処置を、すべての罪は私一人に。帝国の総区であり残忍な支配者であった私にあるのです。ですからこれ以上の戦いはどうか、同じ民同士の無益な争いは、君はそこまでイスパニアを思っていたというのに。イゼベル様、あなたという人はエブロの精霊を温存するためにこの私を離反させたのですか。愚かな娘だ。全てを己一人で抱え込んで。MHA を最優先に、せめて出血を止めるわ。どうして治癒魔法が効かないなんて。ダメだ、メルカルトの呪いが全ての魔法を拒んでいる。そんなバカな、どいてください。イゼベルは私が何としても救ってみせます。エネアです、無駄なことはおやめなさい。時が惜しいわ。ハミル様、エブロンの将校たちをイスパニアの幕僚団に、7年の間準備は怠りませんでした。時は満ちております。我が精鋭たちをどうか存分にお使いください。私の戦いはここまでです。心残りはタルテトスを滅ぼしてしまったこと、聖なる場所を失ったカナン人の悲しみを思うと、お許しを。いいんだイセベル、タルテトスを失われてなんかない。あれが本当のタルテトスだ。これが真のタルテトス。なんと美しく壮大な都であることか。大いなる破壊が新たなる創造を生むとは、ハミル様、完全に私の負けです。これがあの時の綺麗な勝ち方だったのですね。そうだよ、いつだって君は
僕に優しくしてくれた。飽きもせずに話を聞いてくれた。過ぎたことです。一人前の男は過去振り返らぬものです。ハミル様、きっとあなたなら成し遂げられる。帝国から草をなくし、新たな世界を創造すること。イゼベル、きっとひどい顔ね。総督はあの世で私だと分かってくださるかしら。イゼベル様、あなたはいつだって強く美しい。ありがとう、レリウス。あなたも少しはマシの。了解しました。これでおしまい。アッシュドルバル様、確かイゼベル、イゼベル。イゼベル様、なんという序決であったことか。イゼベル、君の心はずっとアッシュ・ドゥルバル様のもとにあったのですね。どうか君の魂が安らかでありますように。心より祈っています。Wow. Wow. What a turnaround. ハミルカル、ハミルカル、ハミルカル。誰だ、どこかで聞いたような。ハミルカル、まさかこの声はメルカルト。殺せ、殺し尽くせ、血の復讐を果たせ、制約を果たせ。我はメルカルト。殺せ、殺し尽くせ、帝国に復讐するのだ。まだ足りぬ、さらなる血と肉をバールに捧げよ。あふれ出る血潮をすすり、肉をむさぼり、その渇きを、飢えを満たせ。それでしか貴様は癒される。そうなのかな。僕にはもう他の道は残されていないのかな。制約を破るというのか。無理だ。
貴様は決して逆らえ。どうして思い出したのだろう。なら分かっているはずだ。我は貴様の未来の姿だからだ。憎しみに身を焦がし戦いに興じる貴様はやがて我と化すのだ。狂戦士メルカルトにな。貴様は自ら選び取った未来を魔力で先取りしているに過ぎぬ。僕はやがてメルカルトになる。無駄に抗えば苦しみが増すだけだ。制約を破るのならお前はさらに大きな代償を差し出すことになるだろう。代償？お前自身の命か、お前の最も愛しいものの命を差し出すことになる。やめておくことだ。さあ殺せ、殺し尽くすのだ。血の宴を始めよう。もはや貴様を止める者は誰もいない。エブロン占領は順調に進んでいるのかしら。松川というのは本当にじれったいですわ。僕たちは何かあった時の光栄ですから。待つことも戦いみたいなものですよ、お嬢様。ハミロお兄ちゃん、みんなそろそろ戻ってくるかな。ハミロお兄ちゃん、ごめん、ぼーっとしてて。なんて言ったの。どうしたの、具合が悪そうだよ。ちょっと目覚めが悪くてね。悪い夢でも見たか。まあそんなとこ。無理をせぬことだ。余計なことは考えぬ方が良いぞ。タルト、君はひょっとして。このところ強行軍でしたからね、疲れが溜まっているのでしょう。たく、ハミルよ、それもこれもてめえがせかすからじゃねえか。タルテトスで戦った後は一休みできると思ったのによ。休む間もなくエブロン直行なんて誰でもバテるぜ。ごめんディオン、でも今は一番大事な時だから。国境を固めて一刻も早く戦争を終わらせないと。ま、急がなきゃならねえのはわかるけどよ。この後はタマルの村に行くよ。バール神殿に皆を集めて戦いに勝ったことを宣言しないとね。マジかよ、しばらくはゆっくりできそうにないな。ハミル様、エブロンの占領が完了しました。ご苦労様。損害は？死傷者ありません。ほぼもぬけの殻でしたし、レリウスよりイゼベルの死を告げられると戦意を喪失しすぐに降伏しました。楽勝だったな、とんだ肩透かしだった。そうか、やはりイゼベルの存在は大きかったんだろうね。レリウス、協力に感謝する。無用な争いを避けたかっただけのこと。留守を預かっていた兵たちはイゼベル様直属の技術将校たちだ。捕虜となった後は私の兵たちと一緒にしてくれ。わかった、君の言う通りにしよう。もう一つ、エブロンを引き渡すためにいくつか渡さねばならない書類がある。書類を分類し取りまとめるためにエブロン司令官の執務室への入室を許可してもらいたい。イゼベルが使用していた部屋だね。わかった、すぐに行ってもらおう。おいおい、ちょっと待ちたまえよハミル。いくら寝返ったとは言ってもちょっと前まで帝国の召喚だぜ。自分にとって都合の悪い機密書類を処分しかねない、そんな奴に触らせていいのか。彼はそんなことはしないよ。仲間だから。いやいや、彼は事実上は捕虜だね。我々と一緒に行動はしているが監視もされている。今だって彼の兵は武装解除されて軟禁されていることは忘れないように。
こういういい加減な状況は個人的に好かなくてね。確かに全てがあやふやになっていることは否めませんが、今は一刻を争う状況なので後回しになっていますが、いずれはこの度の戦争を総括せねば。まずはできるだけ早く注目を集めてイスパニアの勝利を宣言することです。その上で今後の帝国との関係をどうするか、捕虜や帝国に組みした者の処遇なども発表せねばなりませんな。そのあたりハミルにはちゃんと決断してもらいたいの。きっちりとした国家の運営には不可欠なものだから。アエミリア、君の聡明さにはいつも助けられてる。耳の痛いことを言ってくれるのも感謝している。まあそれほどでもあるか。私は天才だからね。だけど今はすっこんでろ。さかしい口を聞くな。一刻も惜しいのは分かってる。だからこそエブロンに詳しいレリウスに任せる。そしてここの引き継ぎが済んだらすぐにタマルの村へ向かい、バール神殿にて全てを総括する。僕なりに今後については考えている。初めてハミルに怒られた気がするな。今度の主君は土星も可愛らしくて素晴らしい。承知しました。我が主よ。エネアデスとモノマクモだ。刺して口を挟むようなら先にタマルへ行ってるがいい。は、深い考えあってのご決断と思い至らず出過ぎた真似をしました。我が主の決定に従います。ならいい。レリウス、執務室に行ってくれるか。了解した。気を使わせたようですまぬ。ああ、それから帝国軍人としての私の扱いだが、イゼベル様の代わりという立場でよい。あの戦いの最中、私はお前に協力しヒスパニア軍に下ることとなったが、まだ私の分析は解かれていないのだな。エリウス、言っている意味が分かってるのか。司令官代行という立場になる。それはヒスパニアの仇として断罪されるってことだ。別に命が惜しくて寝返ったわけではない。帝国の過ちを正そうと思っただけだ。そしてそれも済んだ。帝国軍人として思い残すことはない。レリウス、君は。どの道タルテトス攻略に参加した召喚はほとんどが死んだ。階級的にも私が一番上になる。この度の遠征の責任を取る者としては不足なかろう。ですが、それではあまりにも。異論がないようなら引き継ぎのための書類をまとめてこよう。しばらく待っていてくれ。なんという男だ。まさに帝国軍人の鏡。あっぱれだ。ハミル、途中で止めてくれてありがたかったよ。さすがに疑い深い自分が恥ずかしくてたまらないな。子役人には軍人の心は理解できないってことか。さて、どうしたものか。ヒスパニア総督府が消失した後、イゼベル様はエブロンを事実上の総督府として使われていた。ハミルが私を信頼し、ここでの自由を許してくれたから、過去の属州経営の記録や基地の運用記録などはすぐに整理して引き渡せるだろう。だが、アエミリアの懸念も間違ってはいない。私は民人を幸福にするのは神聖帝国ではなく彼らだと信じている。故に帝国の闇を記した書類は残したくないと思っている。特にまずいのはヒスパニア内で帝国に協力する者、帝国に内通や密告をした者を記している協力者名簿だ。7年の支配の間にその数はかなりのものとなっている。これが明るみに出ればヒスパニアの国内はまた騒乱に包まれるだろう。やはり全ての名簿がまだ残されている。イゼベル様が出陣の折に全て処分されていればと思ったが、あの方は勝利を確信されていたのだ。
処分するわけもないか。これは困ったことになった。何か手紙のようなものが挟んであるが、あて、誰へ当てた？これは、なんと、イゼベル様が、私へ宛てた手紙か。レディウスへ、これをあなたが読んでいるということは、私はすでにこの世からいないはずね。そして、おせっかいにも、これを処分しようとしているのではなくて、ヒスパニアの将来を思って、それが心配で、めんどくさいけど、手紙を書き残しておくわ。いいから放っておきなさい。それが光に属すものであろうと、闇に属すものであろうと、ハミルに選ばせるといい。メルカルトを宿した彼の心の闇は、周囲が思ってるよりも暗く、深いでしょう。でも、あれがバルカの男なら、自らの闇を焼き尽くしてでも、光を求めるわ、レリウス。ヒスパニアに協力したいと思うなら、姑息なことをせず、堂々と、自らの剣で彼に協力することね。もちろん、最後はあなたが決めることだけど。だから、これは命令ではなく、愛すべき元部下への忠告だと思ってほしいわ。ま、愛すべきと言ったところで、あなたもエネアデスも、ハッシュドゥルバル様に比べれば、まだ全然だけどね。ああ、それから、私が残した技術将校たちは、あなたの預かりとし、エネアデスに引き渡して。どうせ連中は、喜んでアエミリアと合流するでしょうから。私の財産、および各地に隠匿した軍需物資は、すべて明らかにした上で、ヒスパニアに返却して、当面の戦争を支えられるはず。この辺りは、モノマクが心得てるはずだから、任せていいわ。いいしょ。レリウスなら、滞りなくやってくれると信じてる。じゃあね。気真面目なのは構わないけど、私みたいになっちゃダメよ。過去に囚われず、ゆるく生きていくことね。イゼベル様。最後まで無理難題をおっしゃる。どうしてあなたを忘れられるというのです。